さあ、手埋め家村2戦目です。今回は、さっき狩人引いたんやが、今回も何したんです？身 2分回は連続国狩に人って属なしんやて。ねん、もう。ええわ。もう嫌です、2回も狩人夜は。が来ました。目を閉じてくだ嫌さだ、い。ほんまに嫌だ。まあ、人外をこの村で引きとうはないけど。やだなぁ。ほんとやだなぁ。やだなぁ。マジでやだなぁ。部屋村とかなってくれんかなぁ、もう。もう部屋村をちゃっちゃとやってほしいわ。ちゃっちゃと。で、部屋村でもサクサクっとね。やって、3戦目行こうみたいな。村を占って、初日ね、初日村占って、次の日村占って、あ、終わり、ジュジュっつって。なんとも楽な、気楽なゲームですよ。そういうゲームをやっていきたいね、私は。うん。よし、やるか。2回目の狩人どうしようか朝が来な。ました。途中飛んだらもうクソもないねんな、狩人って。昨夜は誰も死にませんでした。はーい、平和でーす、今日も。6番6。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあそうですね、トップバッター1ってことで、まあ、思考の開示と進行論を述べていくんですが、まあ進行論としては、まあ時間が一目60秒っていう短い時間しかないので、まあ怪しい人がいた場合、次1怪しい人を挙げていくのに対して、まあ要素っていう理由を述べてほしいんですけど、それをなるべく早めに言ってほしいかなって感じですね。この人印象良かった、この人白いって白上げだけして、最後に七万さんが怪しかったですって言って時間が足らないで終わってしまうと、なんでその人の視点立った時、なんでそこが怪しいのかっていうのが分かんなくなってしまうから、まあ、なるべく前半位置に言っていって、余った時間で、まあ、思考の開示でもいいし、まあ、心象がいい人いたら言うっていうふうにやってほしいかなと思います。あとは何だろう。思考の開示の部分では、自分はまあ、訳すかしはしてほしくないなって思ってます。それくらいですね。お願いします。7番のプレイヤーは発お願言いしてしくだまさい。す。まあなんか、僕は一個だけっすかね。訳すかしなってもよくねって思っちゃう人なんで。結局、まあ一日目、まあ FO に握手なしという言葉があるようにです。まあ基本的にフルオープンに握手は僕はないと思ってるから。まあその人が匂い立ったとしたら まあなんか、あれなんじゃないですか まあ出てくると思いますけどね。わかるなんよ。かね、難しいよね、人狼ゲームって。プンプンする人おるからね。わかるんだが、なんか、要素っていう理由、まあわかるんだけど、僕初日はね、やっぱ感覚チックな方も大事だから、大事だと思い込んでる人だから、まあなんかね、理由だけじゃなくて自分の感性にも従った方がいいんじゃないかな、僕は思いました。はい。8番のプレイヤーは はい、発8言番してくださでーい。す。まあ、6番、7番に人外要素はないが、7番の、まあ、個人の主観っていうんですか、俗に言う感覚性差は、7番の中では結論付けられると思うんですが、それを他人が共感できるかって言われたら、それは違うと思うんですよね。それって7番の結論ですよね。でも私はそうは思わないですっていうから、少なくともこのゲームって、で、まあ、村の他に自分以外の村の人と投票を合わせるから、感覚よりも理由の方が大事なんかなって。別に7番のことを頭ごなしに否定してるわけじゃないが、理由があった方がよりなんか説得できるんじゃないかなって思ってて、だから僕はあんま感覚センサー好きじゃないんですよね。9番のプレイヤーは 好きじゃないです発よ言してくだね。さい。はい、おはようございます。そうですね。初日は感覚チックも大事。感性に従った方がいい。わかんねえピけどピな。ピ、え？俺の感覚が7番を連れて行ってますね、これ。まあ、感覚チックも大事なんで、感性に従って7番さんを初日に釣ろうかなって思いますね。まあ僕の進行論が、初日、まあ結構ね、遊び心が僕は大事かなって思ってるんで、まあ初日ほどね、ふざけられる日はないかなって思ってるんで、なんか、
その人が匂いだったら、デュフフフフってなんか、クソ笑ってた7番さんを感覚チックで初日は釣ろうかなって思います。感性がね、従った方がいいって7番さんが言ってたんで、僕は自分の感性に従おうかなって思いました。よろしくお願いします。天才かよ。感性天才かよ。発言してください。はい。占い師です。よろしくお願いします。2番白です。2番白。1から2白、ね。お願いします。そうだね。結局議論聞いて分かんなかったら僕は感覚で投票していいと思いますよ。うん。最終的には。まあ、それは分かるよ。まあ、2日目にその、まあ、理由をどこまで言えるかですけど、最終的に感覚になった理由をどこまで言えるかですけど。うん。まあ、7番さんも感覚言ってるけど、多分、なんか、まあ、今の9番みたいにね、最終日までずっと、感覚この人が怪しいと思いますとか、言い続けるわけではないと思うので、まあ、8番さんも、そこまで7番さんに、すげえ心配性な感じで声かけてたけど、まあ、そこまで気にする必要はないと思いますね。そんなに要素拾える感じではなかったですけど、うん。6番が若干早口だなって思いましたね、それぐらい。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いいたします。村人陣営です。まあ1番が2番に白を把握してます。まあ9番はその感覚っていう7番の発言に関して、まあ、7番を釣りたいっていう話があったんですけど、まあ、僕もそこにね乗っかるんであれば感覚的に8番の方が釣りたいかなって思ったんで、9番と感覚が合ってないなって率直に思いました。8番はなんか6、7は、まあ、人外要素はないけど、まあ、7のその結論うんぬんかんぬんで他人に共感ができるうんぬんかんぬんが、なんかあんまり、なんか発言稼ぎしてんのかな、8番さん。なんか難しいこと言ってって率直に思ってしまったんで、うん、まあ、現状8番釣りたいかなって思いました。感覚が9番とは異なります。うん、3番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師で8番さんが白です。自分の白先やけど、8番さんすごくいいなと思ったので、まあ、2番さんすでに印象悪いです。発言稼ぎ。6番さんは2周目でいいかなと思ってる。7番さんはちょっと人外寄りかな。なんか、人狼ゲームって難しいですよね、が、どこにかかってたかちょっと分かりづらかった話聞いてるだけじゃ。かかってたか、枕言葉か。なんか、俊一はもう感覚、己を信じてもいいんじゃないっていう、楽観的に発言する人って、なんかそんな人狼ゲームを難しいって捉えてる人なんかなって、思ったから、ちょっと発言と、まあ、締め方に違和感って感じ。まあ、どこにかかってたかわからん、これ。ちょっと難しいとこやけど、ちょっと違和感かな。で、9番に関しては、まあ、初日ふざけ得って言うけど、まあ、ふざけていい、得するゲームでもないし、ふざける必要がないので、普通に印象は悪いです。うん。で、市間さんが狂人か人狼かはわかりませんでした。以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい。結論あんまり、こう、要素らしい要素は拾えていないんですけど、9番さんの、じゃあ感覚で7番釣りたいと思ってますは、じゃあそれ7番反応できないでしょっていうことで、まあ遊び心として通ってるかなっていう気はしたんですけど、うん、まあ遊び心を評価するんだったら7番も遊んでるかなって思ったから、うん、そこだけ気になっていて、だから2番、3番の話が僕はあんまりこう、しっくりこないなと思ってましたね。うん、まあ、めちゃくちゃ薄い要素なんで。7番さんが6番さんに言ったことはちょっと納得できないのがあるとすれば、まあ1日目に、なんかな、別に1週目から使わさなくていいんじゃないっていうふうには思うけどね。違うと思うぞ。はい。だから6の発言に引っかかりはないですよ。5番。6の発言引っかかりない？いや、あるよ。発言してください。はい、霊能です。霊能です。把握お願いします。まあ、このまま盤面動かない前提で、4、6、7、9のどっかからいきましょう。はい。4、6、7、9か。そうだな。なので、特に4、6、7、9に対して精査を入れてほしい。あと、占い師に精査入れるのは大歓迎ですね。うん。まだ僕の視点は落とさない感じでいいと思ってて、うん、1番さん、ちょっと気になったのは、6が早口だったのを人外要素と捉えましたか？そこだけ聞きたい。絶対捉えてへんと思う。
3番さんは1が西城っていう、なんか自分に刺さったらラッキーだったって際どい盤面だったですけど、その辺から何か感じませんでしたか？騎士は出た方がいいね。出んの騎士。待ちます。盤面確定でいいかな、これ。じゃあこれで確定で話していきます。やだよ、ケージ出たくないよ。占い審議だったら俺は若干3の方が指名はあるのかなと思ったかな、うん、1番さんの、まあ俺がちょっと早口で怪しいって言われたのは、まあ別にそれは感覚だからいいんだけど、うん、1番さんの 1日目は感覚で釣ってもいいみたいな話をしていたけど、うん、2日目にどこまで理由を述べれるかみたいのが、結局それって要素とか理由が必要だから、うん、まあ、自分の感覚をねどこまで理解してもらうかって難しいから、結局要素述べないと、なんだろう、なんでその人が怪しいっつったのかっていうのが伝わらないと思ってるから、そこが矛盾なのかなっていう若干引っかかった点で、うん、まあ、そのぐらいしか差異はつけれてません。でそうだな、今日のグレーで言うと引っかかったのは4番さん、まあ7番さんっていうのは2周目聞かないとわからないんだけど、9番さんに関しては、まあなんだろう、遊び心結構心に余裕がある人なんだなぐらいしか印象が残っておらず、4番さんの怪しんだのが2、3だったんだけど、1の後ろ先が2番だから2、3ってなったのが、まあ、盤面的にはどうなんだろうっていうので、ちょっと引っかかりを覚えたかな。まあ、初日役をすかさなくてもよくねっていう風に評価してもらえたのは、まあ、そこは良かったんだけど、うん、2番さんと3番さんが怪しいっていう風になったら、もうちょっと説明してほしいなと思ったかな。まあ、予想述べていたけど、2、3なんのかなと思って。まあ、結構俺は盤面で考察をしてしまうタイプなので、2周目も発言を聞きますが、まあ、現状くらいで言うと4番さんに引っかかりを覚えた、7番さん2周目っていう感じです。7番のプレイヤーは発言してください。まあまず9番さんみたいな人は一定数いると思うんで、最初に言っておきますけど、僕は気にしてないです。うん、3番さんに一応言っておくと、どこにかかってたかっていうと、まあ、初日要素を理由つけて話すところっていうところですね。うん、そういうところで人狼ゲーム難しいなと僕は思ってました。で僕は初日に8番さんに言ってきますけど、つけてます。初日っていうワードをつけてるんで、まあ終日やらないことはまあ1番さんに言ってる通りそうです。うん、まあ、今現状考えてるのは、僕はグレーで割れば6番釣ろうかなと思ってます。うん、6番が1周4番に触れた時に9番を使ったんだけど、俺そこの点に関しては4番めちゃくちゃ評価できると思ってて、まあ確かに9番がシンプル遊び心持ってる人って考えるだけの人もいれば、4番みたいに、じゃあ7番も遊び心持ってるよねって思う人も俺はいると思ってるし、また別の切り口の発言の仕方だと思っているから、うん、僕は4番めちゃくちゃ評価できると思ってたから、まあなんかそこに突っかかってる6番さんが、僕はこれはすいません、初日なんで感覚です。もう思いっきり、このグレーの中にいるのであれば、6番だと思ってます。ただ3番が初日から2番をすごいこき下ろしてる状況があるので、まあなんかクロスしたら両黒出るんじゃねえかぐらいにはちょっと思い始めてます。ただこれは3偽の場合です。1からは審議判断ちょっと取れなかったんで、とりあえず3偽のパターンだけ考えました。8番、はい、お願いします。発言してください。新書悪いの2番なんですよ。まあ、一旦2番音じゃ一旦外してグレーなんですが、ざっと発言聞いた中で印象に残ってるのは4番と6番。まあ、釣るなら4、6のどっちかかなって思ってて、そもそも、まず4番が6番の発言に引っかかりないっていうけど、多分7番の言うように捉え方によって、7番が1日目ね、1周目捉えたように捉え方によって、そういう言い回しに、そういう聞き取り方する場合もあるから、いやそりゃ、なんか4は6を理解してるけど、それで4が一方的に6のことを理解した上で6番の発言引っかかりがないから、そこを怪しんでる人が怪しいとはならんと思うのよね。そこが4番に違和感で、6番はそもそも4番の2番3番に対して疑問を持つのおかしいって言ってるけど、4番って2番3番が6番やったっけ、どっかの人を怪しむのがわからないっつってるから、4番が2番と3番に対して単体で2番と3番に黒要素持ったわけじゃなく、4番と怪しむ視点が違うから4してで、そこが2番と3番に違和感持ってるんでしょ。
だから6が4の発言聞いてなかったんか捏造したんかっていうところがあったりします。はい、以上です。あ、ただで2番は感覚で8番釣りたいって言いながらめちゃくちゃ僕のことをね発言稼ぎしてますよねとか言ってねめちゃくちゃ理由つけとったんで、いやあなたの方が発言稼ぎしてますよね、無駄な理由つけてって思いました。9番のプレイヤーが発言してください。はい、おはようございます。まあ、マジレスすると6番釣ろうかなって思ってますけど、まあ、その、僕の発言で遊び心っていうのは別に捉えてもらっていいんですけど、7番の発言で、うん、まあ、初日は感覚チェックも大事、感性に従った方がいいっていう、その感覚精査に対して遊び心っていうんだったら、まあ、その、まあ、なんだろう、論理以外が全て遊び心になるから、7番の言動を遊び心って取るんだったら、まあ、初日全部遊んでるよねって話になっちゃうんですよね、4番さんに言うと。だから僕に対して遊び心って思うのはいいけど、7番の発言を遊び心と取るのは、まあ、それは違うかなって思ってるんですよ。うん、で6番を取りたい理由は、まあ、8番とほぼ同義なんだけど、4番って2番と3番の話が理解できないっていう話であって、2番と3番を人外で追ってるわけじゃないから、まあ、それをすり替えてるなって思ってるから6番を釣ろうかなって思ってる。で、まあ、占い師に対してなんだけど、まあ、これ自分の立場から言うのは非常に申し訳ないんだけれども、3番さんがまあ、ふざけて得するゲームじゃないから9番が印象悪いって言ったのね、僕に対して、うん、で僕は別にふざけてるわけでもないし、初日は要素が落ちないと思ってるから遊び心を大事にしたいねっていう思考なんですよ。うん、そやな、はい、でこの発言を聞いてなお3番さんが僕のことをふざけてる人物って思うんだったら、僕は一生3番のシーンを追わないと思うから、うん、そこを考え直して考察をしてほしいと思ってるのね。これグレーの僕から3番の占い師にの人にね対して言うのは、まあ、非常に申し訳ないと思うんだけど、うん、まあ、僕は自分がふざけてるわけじゃないから、9番に対して3番が遊び心っていう発言をふざけてると解釈して、まあ、聞き間違えたのか、ふざけてると思ったのか、どっちかはいいんですけど、3番自身が僕をふざけてる人物って置くんだったら、まあ、ふざけ倒して3番のシーンは追わないっていうふざけ方をするので、まあ、改めてほしいなって思いますけど、どうでしょうか、3番さん。1番。笑うわ、そんな。発言してください。避け倒しますって宣言するの。はい、2周目お願いします。ね、まあ、4、6どちらかかなって思ってます。おう、まあ、どっちかというと僕も7、9と同じように6番釣りに偏ってはいますが。あら。これはね、まあなんか、ちょっと8番の精査にも入るんだけど、これはね、あの、まあ、こう捉えなかった人は、まあ、それはそれでいいんだけど、なんか3番が、2番を、僕の白崎の2番を殴る、なんか、口言葉として、8番白だから、印象、なんか殴ってた2番が、なんか、うんぬん、みたいな感じじゃなくて、8番白だからじゃなくて、8番白なんだけど、2番が、みたいなことを言って、なんかその、日本語がすげえおかしいなと思って。え、だって。なんかね、これはちょっと感覚も入ってるかもしれないけど、俺は8番が白見えてる視点で、2番の印象先に来たように聞こえた。うん、分かんなかったら分かんなかったでいいかもしれないけど、だから僕は8番占う気ないです。8番が割と3番狼の軸から白く見えてます、うん、はい、で6番は何だろう、まあ、僕がね本物なんだけど、本物でもあらゆる角度から、まあ、なんか若干偽物っぽく、まあ、見えたりする視点もあるんだけど、まあ、6番が僕に言った偽要素が、まあ、明らかにあらゆる角度ではなく納得できない理由だったなっていう、まあ、その僕が7番のやつで、付け加えていった感覚云々が、結局それ、なんか、論理的に残り2択に絞れても、その残り2択って感覚だから、そこは説明。2番。6、狼落ちなそう。誰も擁護しない。いやー、占い審議難しいなって、今、1番の発言聞いて思っちゃったかな。ほう。というのは、その心は。1番のその、8弾く、理論が僕はあんまり理解できないっすね。はあ、まあ、3番目線でその、まあ、2番があなたの白先持ってる8番を叩いてる釣りたいって言ってるから印象悪くなる理論はわかるけど、でも3番目線2番の立ち位置立った時に別に3番が8白とか僕知らないんで、まあ、率直に感覚精査でやってるだけやから、まあ、そこを汲み取らずに、まあ、2番の印象が悪いだけで、まあ、済ましてる3番もどうかなと思うけど、1番の8番弾きも僕はあんま納得いってない。8番
2周目そんな白いって思いました。まあ3番軸から引っ張って8番ないっていう意見なんかな、1番は。まあでもね、6番釣りたいっていう意見はなんか一緒やからちょっと迷ってる。だから3番どこ釣りたいか明確に言ってほしいなと思ってます。6番釣りたい理由はまあ散々みんな言ってるんですけど、まあ、4番が2番3番陣外置きをしてない、2番3番の陣外うんちゃらかんちゃらの発言はしてなくて、6番が話をすり替えたなって、これは僕が4番から言われてる僕ですら思ったことやから、うん、まあ、だからその辺を拾ってる、なんか7番とか9番ってすっげえ白っぽく見えてしまうなっていう葛藤を持ってますけど、それ言い出したの俺やん。まあとりあえず今日は6番釣ろうかなって思ってます、3番はどこ釣りたいかちゃんと言ってほしいです。3番のプレイヤーは発言してください。そういうゲームなんで、あの2番さんに促されなくても釣り位置は言うつもりです。6番さん釣りを止める気はないけど、7番さんが何かしらの陣外かなっていう推理なので、一応処刑したいのは7番。ただ、なんかみんなさ、6の4指摘が不当だっていう、内容で6番の HP が下がってると思うねんけど、うん、なんか4番本体の発言も結構大事だと思ってるから、この後4番さんが相当黒くなったら4番でもいいかなと。俺4と6の上げても神じゃねえか。で、6番は、俺からは別に構わない。釣ってもいいけど、人外っぽいのは7番さんかなと思いました。うん。7番さんの違和感は、まず、クロスで、まあ、黒飛びそうって言って、まあ、これは3が2戦の時に限るねっていう話やってんけど、まあ、そもそも俺って、2番はもうすでに印象が悪いです。から、7番にまあ、少し違和感。どこにかかってたかわからんけど違和感。9番の印象が悪い。この順番で説明してて、なんか俺は2番を強烈にまず睨んだ覚えがないの。だから、なんか3が2せたら2番に黒を打たれるんやろうなっていうのは、なんか俺の初日の矢印からでは別にわからんと思う。そんな、別に俺からの旧黒も全然あったと思うよ。その理論でいくと。っていうのと、じゃあ、その3が2せたら2番に黒出そうやからどうしたいのか。例えば、1番の神経で、まあ、7番自身も2の怪しい要素を拾ってるから、まあ、一番の神経で今日2釣るとかもありなんちゃうとかまで言えて推理だと思うから、その2黒打たれそうやな。だから何って思っちゃった。で、9番に関しては、俺の発言を今後すべてタイピングしてください。俺は9番を初心、ふざけてるとは思ったことは一つもないです。ただ9番は発言で初日はふざけ得だからって言ってるんですよ。だから、初日ふざけ得って、いや、ふざける必要はないよ。だから印象は悪いよ。って言ってるだけ。うん。すべてタイピングしてください。で、これは4番さん発言聞いて結構大事。うん、4番さんが怪しくなれば6番さんが助かる可能性はあると思う。すべてタイピングしてください。めっちゃおもろいな。発言してください。はい。まあ、皆さんが言ってる通り、僕はそもそも前提として、そんな要素拾えてないけど、2番さん、3番さんって共に7番、9番、共にというか7番、9番の触れてる、その理由が自分が感じていたことと、全然ずれていたから2番3番に違和感があるっていう発言をしてました、うん、で、ここはまあ2周目の9番さんの開始は、納得をするものがあったので、まあ現状6番さん釣りかなとは思っています、うん、ごめんなさい、また騎士を見逃してるので、あ、5番さんからでもいいんで騎士違ったら一応聞いておきたいなと思ってます。で、3番さんが言った奈良の黒竜は、ちょっとわからなくて、7番さんって4番も評価していて、でも俺言いたいことあんねんな。9番さんが名前言ったことも、まあ一定することいるからは、まあ、保管できるというか、まあわかるよっていうふうに言ってるから、2番に言いたいこと、まあ、6を釣りたいんだけど、それこそ感覚で、6があんまり黒っぽく見えなかったんじゃないですか、多分。で、俺は思ったんですよね。だから、クロスして、2黒じゃなく、両黒が出るっていうふうに、7番さんは言っていたと思います。うん。うん、だから、まあ、それは結構、うん、不当かなと思ってますね。3番さんの7黒竜については。はい。あとは、まあ、だから、若干3番さんの方が、他引っかかりがあるかなと思ってます。うん。1番さんについては、まあまあ、なんとなく一番さんの言いたかった違和感は、三にた、八代を通したことは、まあまあ理解できるかなと思ったくらいでした。はい、以上です。うわ、釣り位置クソ悩むな。のプレイヤーは、4か6。発言してください。騎士狩人は動いてないですね、4番さん。はい。動いてないです。
なんか、この状況を使って、ちょっと凶悪したようにも見えたので、4番さん強靭はあるなと思って今聞いていました。うん。そうですね。3番さん目線で7の、1、2の可能性を追うのがおかしく聞こえる。5番から、アドバイスがありましたよね。1番、3番の対抗1番、狼だとして、対抗に白が刺さってしまうと、対抗を強靭で追わなきゃいけなくて、二郎を広い範囲で追わなきゃいけなくなって、かなり不利ですよね。だから、対抗には白を刺したくないはず。だから、1、2狼が3番視点って結構見えると思っちゃう。で、7がそれを追ってるのって、逆に印象良くなんないって思っちゃいました。あ、乱指定を先にしましょうか。6、4の乱にしましょう。はい。4番さんに行くとしたら、まあ、強靭っぽいってぐらいですけど。6、4の乱か。あと、3番さん視点。9番さんって1周目、ちゃんとふざけてたと思うけど、遊び心を持った発言したと思ったけど、僕からはね、楽しいなと思って聞いてたんで。6、4か。だから、3番さん、本当に9番さん1周目一つもふざけてないと思った？ 6-4 の乱です。6-4 6-4 の乱悩むなぁ。わぁ、どうしよう。よく行こう。ありえん、ほらじゃないべ。一応ね、一応6番行きますよ。目には目を、歯には歯を、寝には寝を。6番のプレイヤーが選ばれました。絶対黒落ちてなさそう。6番、いやこれ黒落ちてない。いやでもあの投票どうなる、3と6だけって。まあこれはしょうがないかなと思ってるかな。俺はまあそうだね、4番さんの発言を捏造しているわけではなかったけど、2と3をなんか話が分かんないとか、まあ怪しんでるのかなと思ったからそういう発言をしただけで、うん、7から始まって8、9、1、2、3、4が6釣りだったん でこの投票結果見ると3番が俺来てないんよね、うん、3番さんがすごい真なんじゃないかなって現状思うかな。ちょろくすぎん、対抗が釣り落ちてるところを入れる占い師ってないと思うから、その面では3番さんの方が印象はいいかなと思って、発言自体では俺はちょっと分かんなかったかな。まあ、グレーで俺そんなに怪しい人正直いなかったから、うん、まあ、7番さんが先に、片白を疑うっていうのも、まあ、視点はいいかなと思ったかな。まあ、4番さんに入れた理由は5番さんがランテージしたっていうのもあるけど、まあ、最終便乗で3番が別に6入れていいよって言ってる状況下で、よっぷらないしに進路仮定した時って6のローなくねって思ったから、それでも4って6釣り押すんやと思って、普通に4番さんは黒かったかな。まあ、強アピー、うん、消しをあぶり出そうとした点でも強アピーあんのかなと思って、俺は4釣りで、ごまその視点は良かったと思ったけど、まあ、しょうがないですね。俺は黒数占いして、隠し色が2つ出た場合は、かなり4番さん、ローあるんじゃないかなと思うかな。夜が来ました。目を閉じてください。まあ、5声しますか。ほれ一応ね、一応5番声ですよ。安定ムーブって最強なんよ。お茶おいしい、冷たいけど。実は今日さ、この梅県さん村、あそのさ、いや時間ギリギリでさ、俺今日ちょっと残業してて、めちゃくちゃキリキリで、お風呂さ沸かして入るやん、入ろうとしたらさ、もう全然お風呂空いてなくてさ、もうなんかほぼ水風呂に入った感じ。整うもクソたるもなかった。まあ整うはサウナやけど、 あれ整ってないみたいな。朝が来ました。あれ寒いだけやんってなった。昨夜は誰も死にませんでした。5声発生するのマジ ?5 番のプレイヤーは発言してください。6黒、7白。2白遅い。はい。遅いです。7白、2白で6黒でした。
今日は1、3、どちらかからいきます。釣り切るつもりで進めてください。はい、で、1、3をするときに気をつけてほしいのは、強靭の可能性が高い方からいきましょう。振動だったら1、3を釣り切って終わるからです。遅い。3が遅い。なので、強靭目の高い方を釣りましょう。なんだろう。新ギサじゃなくて、強靭目のある方を釣りましょう。うん。はい、6オオカミでした。3で終わるような気もしながら、ただ強靭目の高い方を釣るのがいい進行だと僕は思ってます。強靭目高いのも3やろ多分。7番のプレイヤーは発言してください。強靭あるなら1番だろうなと。まあ3は5の言う通り多分振動なんだろうなと。あと一応言っておきます、なんかいろいろと7の要素を取り違えられてる方が多いので、変なところで村要素を嫌われているので一応言っておきます。同じような、ね、あの違う内容で別場所で拾われても困るん で西郎、今さん僕は6釣りたいと言いましたが、9番が言ったような内容は言ってないので、それで僕に言うのは違う気がします。同じような要素で僕は明確に3番偽の時両黒って言ってるんで、4番5番さんともに取り違えてます。それで3の芯を下げないでほしい。まあ、ただ、まあ、6番に投票できた1、6番に投票できなかった3には明確な差があると思いますが、強靭があるのは1番だと思います。8番のプレイヤーは発言してください。でも今日の結果、春速度見たら3強ありえるくないですか？あくまで、まあ1番3番の盤面考察中やったら3の方が進路1、1番の方が進行1、これは分かりますが、今日の5番が2番、6番黒と言ってから結構ラグありましたっすね。まあ1番と3番の結果の出し方、ともに5番の方がさっき出しちゃったからあれではあるが、1番と3番の間にまあ点5秒ぐらいはあったんちゃうかなって思ってんのよ。ってやったら3強もありえるんじゃないって思っている節があったりします。はい、正直2番が隠しろは意味わかんないですけどマジかって思ってます。はい、まあとりあえず裏ね、発言聞いてからローラーします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ個人的な拾える要素としては、まあグレー釣り盤面ってグレーに狩人がいたら僕は出るべきだと思っていて、7番自身が、まあ、グレーから狩人が出ない状況下で2番と8番に占い誘導を飛ばしたっていう点を取って7番が狩人の可能性があると思ったんですよ。でそれをまあそういう要素は僕は拾ったんですけど、1番が7番を占った理由と、まあ申し訳ないけど僕はまあ僕以外の他人の発言って、まあ、基本的にメモをしてるんですよ、うん、で僕は自分で初日はふざけ得って言ったつもりはないんですよ、うん、で3番がそれでもあなたはタイピングをするべきだと、僕の発言を一言一句メモしてください、まあふざけるゲームじゃないと、ふざけて得するゲームじゃないから9は印象が悪いっていうことに対して僕はまあ、あくまでもふざけてるわけじゃなくて遊び心を持った方がいいっていう発言をしてるわけ、ね、でこれでまあ仮に1番2番4番5番がまあいやでも初日に9番さんってふざけ得って言ったよって発言が出るなら、あ申し訳ないなって思いますけど、1番2番4番5番が僕の発言からふざけ得って僕が発言してないってなった場合は、3番が僕の発言を捏造してるので僕は3番を釣ります。ほう。であと一つ、3番の投票で6番に投票してないんだけれども、釣り位置を釣らない占い師って僕は いないと思ってるのね。じゃあ例えば4番を釣る理由として5番さんが言ってるけど、強靭目があるから4番を釣り候補に入れたけど、4番を釣って仮に釣り位置の6番が残った時に、じゃあ占い師の信用勝負で6番さんが結局グレーに残るわけですよ。ってなった時に最終日釣り位置だった6番さんが村人で最終日に残った場合に6番が釣られて負けるっていう未来を3番さん占い師として想像しなかった理由を述べてほしいですね。はあ、すごい詰め方してる。のプレイヤーは発言してください。はい、西村お願いします。7番占った理由は、まあ、対抗狼の時に強靭が僕はないなって思った。3番2番の掛け合いの時になんか総合占いって結局なんだろう、語ってる狼がなんか占いをどうしたいかって狼がなんか選ぶことだから、あんまり
補助的なものを強靭な立ち位置からするべきではないなと思うので、7番をそれがなんか早めにしたことがあんまり強靭ないなってのと、うん、3番強靭7、8は狼ならまだあるかなっていう、8番ってのは3番が狼の時の相方がなさそうっていう理由ぐらいだったんで、うん、はい、ただ、まあ、進行的にあんまり強いと思わないけど、まあ、僕釣り3番釣りで、まあ、3番狼の時終わるんで、まあ、思考放棄しますね。それは3番強靭の時のみ考え直すんですけど、その時は8番も狼は含まれます、うん、で9番はね狼ではないと思う。6番の6番狼で、あ、オッケーオッケー、6番狼で、ね、9番は6番釣りをして3番との掛け合いがね、俺視点白か2番のプレイヤーは発言してください。8番さんすいません、2番隠しろなっちゃいましたって言うと、だから8番も騎士やったんだいや、それは申し訳ないです。8番さん本当に申し訳ない。まあ占いから行くんやったら1番から行きましょうか。あ、マジか。1釣って3番目線、あなたの黒位置を言ってもらって、まあ3番を釣って最終グレー考察みたいな感じになるんですかね。1番が9番のことを白く見てるのはほぼ4クロ、3、まあただ基本的にこの盤面下で3、6、狼で戦況がおるっていうのはあんまり見えにくいから、うん、3番さんの占い位置期待してます。1番の七白打ちはあんまりちょっと納得できひんかったかなっていうのはありますけど、でもまあ一応1番さんも、まあ今日は1から釣ろうかなと思ってるんで、1番目線でもう一回、まあ3釣って終わらんかったとき、3番が強靭やったときの目線をもう一回ちょっと村に落としてもらえたらなと思います。4位やて、8番騎士は本当に申し訳ない。はい、以上です。お互い謝り合うとくさのプレイヤーはすいませんすいません、はい、ちょっと6番さんっていう人狼に投票できなかったんですけど、あのもう一方の人狼に投票できたと思うんで許してください。まあ4と9を説得しようかな。あの4と9目線は1が真やったら、あのお互いが人狼なんで、一応俺の情報もらっときましょう。もらっときましょう。だから4と9は1に入れようね。OK。これはいい。もうロジックをすべて超えて、盤面で、あの4と9は1に入れる理由があるね。一応聞いとこう。一応聞いとこうぜ、俺の結果。うん。OK。で、まあ、言った通りかな。別に6番をかばう理由はない。別に白くない。だからどうぞって感じやったけど、4番の7つ弦聞いたら、うん、まあ、4の陣外の方が自信があったから4番に入れました。まあ、4番が変やと思ったところは、いや、違うね。俺がまず7番に言ってることを、絶対、俺の発言あったら理解できると思ってて、まあ、まあ、まず5番さんに言うと、あの、7番さんは、何や。俺が偽物で2番に黒打つパターンを追ってるから、うん、なんか3視点1、2ローを終えるくない ?7 番の視点良くないとかは、マジでタイピングしてくれ。ほんまに頼む。マジで厳しい。そんな殴りされたら。タイピング審査できてたらほんまに厳しい。で、4番に関しても、いや、俺が言いたかったのは、じゃあ7番がさ、俺が偽やったら2番に、まあ、黒打って、まあ、クロスして黒飛びそうだねって。うん。これはもう感想やん。それだからどうしたいとかまでがないと俺は推理として完結しないよと思ったから、うん、それを言ったのに、なんか4番が3が7を睨む視点がって話があったけど、まあ、どっちかというと7の白見えてて、まあそういうなんか村やったら俺分かってくれてもいいと思ってるから、どっちかというと7の白も見えてて、まあ白殴ってる占い師殴っとこうっていうのと、まああの矢印の向き方でも、まあ今日は6釣りでいいです、6黒いですって言った後に3と1に煮え切れない精査が、まあ、3-1心境で4-6ライン切りやったと思います。どっち視点でも4が入ってんな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ盤面上僕目線は1番さんの仕事が終わってるので1番さんを釣りますが、3が偽かなと思ってますね。だからやばいな、俺喋りたかったな。まあ懸念すべきは三教授の9狼だけだけど、やってるべきじゃなかったな。いやでも1から詰めにありしたな、まあまさに特別な落ち度がないからね。だから、俺は三強人9クロの時が めちゃくちゃきついなと思って、まあその時は考えますわ。一応、まあ9番さんは、初日ほどふざけられる日はないっていうふうに言ったと自分はメモしてます。うん。はい、まあそれ以外はないかな。以上です。
いやーマジでーこの盤面でー、あーやだー。まあ一番の視点がもう詰まりきってるんで、1視点で9が白っぽく7番白が出て8番騎士で2番隠しられた4番が狼っていう考察になるから、1番のプレイヤーが選ばれました。終わっちゃった終わっちゃった。ゲーム終了。村人の勝ちです。7強か。7に何か違和感あると思ったら7強かい。なるほどね。サマさんすいませんでした。終わると思ってなかったです。はい、サマさんすいませんでした。いや。行ってたらしいです、初日に。よし。あ、せ占い釣りからになるか。せやな。あ、まあワンチャングレーからかなと思いましたけどね。あ、いや俺の頭の中ではグレー以外の進行ありえないと思ってたから、占い釣りからになるか。まあ、占い釣りで安全に最終日行けるからってことなんじゃない。まあ進路の時は終わるしあれだけど、進行の時めっちゃ弱い進行だなと思ったけど、まあその通りですよ。まあ9番狼やったらもう絶対追えない進行でしたね。うん、なんだろう、この人狼殺特有かもしれないですね。あの初日黒つったら必ずまず占いローラをしましょうっていう、はいはいはい、あ、そうなんだ。へえ、うん、まあでも言うて1番視点で8番が狩りだったからグレーが2枚だからまあいいんじゃないと思う。まあそうだよ、うん、それでもいいけど、まあ、詰めれるじゃん。うん、グレー詰めると。いや、これ、3偽だと思ってたから、まあ、8番騎士は出られへんと思っちゃった。いや、でも俺、ね、4番さん。すまん。俺しても9番人狼は言えないからな。9番人狼はな。3番と何回そのやりとりすんねんって。いや、こんだけそこで議論稼いでも俺して白くならないとこに人狼能力高いやろって言って。解散ことにしよう。見てくれと思う。いや、だってもうそれ以外喋ることレインボードだって。いいかなと思って。俺、社長狼連れ出し、まあでももう、ねえ。ねえ。4番か。別に3番、4番に投票してるじゃん。若干その、若干あれにも、なんか4番がもう一人の狼に投票してるって言いつつ4番を。